くる嬉しい、ありがとう、初くる嬉しい。いやもう待って、私もさ今日で、なんか今日だけで3回ぐらい限界を迎えた。あ、もう私はダメだ、足は踊れない、私の足はもう上に上がらない、私の手はもう上に上がらない、マイクなんて持つ力は私の手にはないっていうのがもう3回ぐらい来て、ピークピークってなった。こんばんは、迎えすぎ、いや本当3回も迎えたの。じゃあおっと、手紙ちゃん届いてみたらよかった。え、届いてるよ、ありがとう。あ、アメちゃんがいっぱい来ちゃっている、ありがとう。限界、おせっぽんちハート、クリボ疲れ、あつしアメ、だしみなさん花、ふくちゃんさんファイト、ゆのさんアメ、ゆっちさんハート、ワンドさんカバン、ゆのさんケイト、クリボ花、お疲れ、あつし雨、クルクランできる、ありがとう。明日の公演、先に何だろう、星になってる、明日の公演ぜひ来てください。当日券もたまあると思う。天使のエナグ雨、マサオハット、ツーさん雨、リンクさん雨、お話会受付中だよ、明日の1時まで。はやたん、はやたんですよ、はやたん合格2年おめでとう。そうさっき、じゃ結構前かメールに送ったんですけど、ちょっとレッスンの合間を縫ってメールに送ったんですけれども、今日がくるくるの STU 合格2年記念だそうです。彼女ハート、カモカモかわいい、鍋子ケイト、メタボさん手紙、コウスケハート、昇格前に兵庫で送った、したい、したいです、明日公演行きます、あ、嬉しい、待ってる待ってる、ナペコ、ケイト、リュウヤ、ケイト、ケニさん、マフラー、11ハート、ライリー、お疲れ、ライリー、どんどん綺麗になってるね、綺麗で可愛い、嬉しい、ありがとう、しょうちゃんハート、ゆきひろ、あめ、クルさんバリカリ、ほんと美術中すぎ、嬉しい、多分ちょっと踊ったから、あのむくみというむくみが取れてすっきりしてるのかもしれない。ツノさん、ハナ、ラスカル、アメ、アツヨシ、ダルマ、あ、初日の子がいるんですの、あ、なるほどね、ペンライトの色が違うってこと、20の梅、ありがとう、2年経った実感、え、全然ない、イスベ寄稿してありがとう、やらなきゃ帰ったけね、エビちゃん、ハッタン、もかじハット、ほせよさん、アメ、ほよさん、アメ、ぎこと、アメ、明日の公演は4列目のややしも、オッケー、待っているよ、ありがとう、のぶ、だるま、ほゆ、ハット、ほせよさん、きっと、つなめる、だるまさん、そう、合格記念日おめでとう、ありがとう、メール見てくれてありがとう、ごっし、アメ、みーしゃ、ハット、インズ、ハット、つぶしかさん、ハット、ひろこさん、ハット、みーしゃ、ハット、今は、なんか、肌とチークだけ塗ってる、肌、あ、なんていうんだっけ、あ、ファンデーション、あ、下地とチークをしている、ピンク、家族、アメ、来月話しに来ます、あ、嬉しい、き、昨日じゃなくておとついもありがとう、おとつい広島リアル、ありがとう、ちなみにブラボー、チップライト、そう、あっという間、あっという間だったかも、 A さんハート、で、なんか普通に、あ、NCT のクルクルのこと話してた、いや、そう、嬉しいだけなんですよ、となく明日は僕と、お、待ってるよ、クルクル見てね、今日会ありがとう、まさかずハート、そう、リップはね、そう、めっちゃす、だからさっきこう刺激を与えた、こうやって見えすぎに、お、シンスラーさんハート、クレッパさん、アメ、おしいちハート、東京のツーショット当選したて、お、ありがとう、嬉しい、楽しみ、かしこきっと、山さん可愛い、結婚してありがとう、やだけど帰ったくね、そう、激動にね、いや、ほんまに
なんか1年目は結構なんか 闇って感じだったんですけど、闇がちだったんですけど、なんか2年目あたりはまあ病んでたけど、病んでるっちゃ病んでるけど、まあ、結構病まずにポジティブシンキングできてる気がするんですよね。となんかなんだっけな、逆になんか最近その日常生活の記憶がなくて、その多分その病まないように傷つかないように悩まないように頑張るから記憶がなくて、なんか今日普通にあ2年かあれってなんか最近記憶ないなと思って、なんか今さん雨エルナンがペンライトラスカルハート不思議な気持ちになりましたね。記憶は残しておきたいね。ここで来たのすごい本当ありがとう、添えてくれてカナトシハート8本ハート、今日ミスドにクルクルがいたから買わずに帰り帰りませんでした。えクルクルミスドいたの、いやミスド食べたいけどね、行ってないけど、タマチ飛んだかも、もしかしたらミスドやばすぎ、また目撃情報な、目撃情報なとか言って、目撃情報やばい、面白い、リアハタン目がうるうる、え、そう、水分量いいよね、誰かがやね、雨、まあ、確かに、やむ暇ないくらい忙しい、確かに、そっちもあるかも、なんかくるくる結構暇だと病んじゃうので、そのたくさんお仕事をさせていただいてるのはすごく嬉しいなっていうふうに思います。あの、なんか、まあ、あー、そろそろ休み欲しい、寝たいとかは思うことあるんですけど、まあお仕事があるに越したことはないですね。もうありがたい、すごく嬉しいこと、もうもっと頑張りますという感じなので、いや本当にだからもう少しでも休みあったら逆にもう、休みいらないよと思って、もう家にいたくないよと思って外出ちゃう、映画見ちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。3月20あ、ツーショットは、あ、グーチョキパー、お楽しみ、いいよ、楽しみ、嬉しい、3枚、ライカさん、アメー、そう、確かに逆に毎日いろんなことがありすぎて記憶ない説もある、いろんな、もう急に次来ました、次いろんな情報入って抜けて入って抜けていっぱい入ってきてるからないのもあるかもしれん、嬉しい、ライカハート劇場パウくんハート、そう、影武者いるわ、ちょっとでもなんか近づいてきてない、ドッペルゲンガーだって東京で、東京だったじゃんこの前は、なんか広島にくるくるいるよ、ヤマさん、アメーブーちゃん、アメー、今日無印にくるくるがいたからオイルをそっと棚に戻したってさすがに嘘だよね、言ってないけどさすがに嘘だよね、めっちゃおもろいんだけど、せ飛ばしちゃったかも、また魂、ダンス面、クルクル全然ダンス面じゃないっていうか、普通にダンスも歌もめっちゃ苦手だし、普通に全然得意じゃないし、もう苦手すぎて、すみません、趣味程度みたいな今月11日だった山さん、ハート、もしかして太かったりするかも、本通りの店の前いた、夕方いない、いない、レッスンした、え、本通りの店の前、いない、いないな、食べたいけどね、去年休みほぼなかったから最近休みだって何していいか分からん、逆にね、ちょっとわかる、副将軍ハットドヤコバーン、公園にくるくるのドッペルゲンガー見に来る、いやそれはもう一番嫌ですね、福井さん目撃情報わざわざ送ってきて友人いた、そうなの、やっぱいたんかもしれない、まさかさハット慎吾さん結婚してありがとう、やだけど帰ったくね、オロチさん、アメホユハタン、ナナシキト、カゼキト、いや、ロックス目でもないですよ、全然、昨日夢でダンスしてた、めっちゃおもろい、ダンス踊ってた、マサハタン気づいて、後ろにいるよって出てくる、あ、やだな、ちょっとドッペルゲンガーがその出方してきたら、ちょっと歌もダンスも最高やで、ありがとう、皆さんに見てもらうためだけに頑張っている、トイさん結婚してありがとう、やだけど帰っとくな、トイさんハート、
話し会っていつあるの？3月20の幕張と3月23のオンライン。あっちでしょ。スナペさん、くまーん。可愛かったから声かければよかった。後悔。逆に？確かにその、メンバーじゃなかったら、メンバーだったら声かけないけど、みたいな。くるくる、声かけたことないな。そう、くれました、ユピリアン、マフラー。唇乾燥しすぎてイケメンすぎたでしょ。やっぱりハット、シーさんハット、お話もちょっとも追加しました、ありがとう、嬉しいですね。この角度やばくない、この画角。はあ、疲れたよ。まあそんな日もある。まあ、踊ったらね、普通にさ体力使っちゃうよねみたいな。やばすぎ、今から僕の明日は僕の対応のレッスンしてみるいいね、みんなもレッスンしてくれる、踊ってくる。でも僕隊はね、もうね、急にやれって言われてもなんか全然余裕でできるくらいもう頭に入ってる。あの多分公園と公園のスパンが短いから急に言われてもできる。鼻鳴りはちょっと開いちゃうから絶対前日やらないと私はもう記憶が全て飛んでるんですけど、くるくるね、結構ねあれなんですよね、記憶力が乏しくて。変わらないもの今でもマスクが好き、嬉しい。変わらないもの探していた。追加も外れたら泣く。大丈夫だよ、 ないと思うよ。ありがとう、おましてくれて。シーさん結婚してありがとう。やらないから帰ったっけね最近言う方の自撮りが全部ドヤ顔に見えてしまう、病気だった。やばい、やめてよ、そんな恥ずかしい。くるくる、そのめっちゃドヤ顔してみたいなってる再販で追加もしてるけど、おしましできるのすでに買ってしまう。そんなことをしてくれようとしてるの。いや、くるくるはもう超絶嬉しいですけど、超絶嬉しいよ、めっちゃ。もうありがとう、そう思ってくれて。そう、波の奥今日ね好調だよね。昨日ドラマ見て泣いたからかな、毎日泣いてる。ヤンピーハッタン、あ、シンポジは1日あればいけるけど当日は無理だなって。でもサッチー本当にすごくない？サッチーかっこいい、マジ。今日もいたけど可愛かったし、可愛いし、サッチーのすごいとこチンポジ、うん、すごい可愛い。ありがとう、吉田美可愛い、ありがとう。キャドシラ、雨少しでしか買いました。え、本当嬉しい、ありがとう。かちゃん、雨イベントのお礼のメッセージ、あんなことやこんなこと書いてくれて感動した、ありがとう。あんなことやこんなこと、いいね。伊藤さんディフェンスのユニット一番嫌いって思う。なんでなんで、おひろさんこぞっての遊びに来たっちゃん、ありがとう。ヤマピー、アメー、ストジロー、アメー。ユニットは全部なんとなく、え、なんとなく踊れる。風きっと母ちゃんの後ろ半端ない、キュン、嬉しい。ヤマさん、アメー、風きっと元気そうで、元気だよ。お兄ちゃん、雨サッチかわいいな、かわいい。ピンピンが寝ました、ポルダフリ、雨中で見たらすごいかわいい。そうかも、花田がくるくるパフォーマンスも最高だし、き嬉しいです、めっちゃ嬉しい、ありがとう。まみちはな、ポルダフリハトね、寒いよね今日。くるくる元気とか奇跡、いや本当に、いや今日ダースを食べて元気出したんですよ。お腹ちょっと、お腹空いたわ、お腹空いたよ。え、サッチ同い年だよ、同い年、もう可愛すぎてこうやって見ちゃう。こうやってサッチの日暮らし好きで、くくってお母さんと連絡先交換、まだダメなんよ、まだダメなんよ、したい。
たいでしゅ、したいでしゅ。今日はさ、サチクル尊い、え、クルクルも尊い勝手にサチクル、え、本当に尊いってか可愛い、マジで。ね、昇格わかんの、あれなんかな、多分2月に昇格する想定なじゃなくて、え、達成しちゃったって多分なってるのかもしれない、かもしれない、わかんない、まだ決まってないっぽい。昇格日、カズハト、自分の LINE キュアラその辺に貼っとこっかな。天使のヨングさんハト、サーヤンさんとココアさんと交換したい。まあ交換してもさ、まあ別に話さないよね、普通に LINE で。え、どうなん、どうなん、どうなん、言うなん、え、話すんかな、用事ないとみたいな。リフさんハト、いや最近ひーちゃんからサッチ、いや、いやひーちゃんが一番の市民かも。いや、あの、みんな可愛い、みんな可愛い。サッチーは東京公演で一緒に初めて出て、僕隊ね、めっちゃハグしてくれて、もうそのレッスン中とか、それに惚れたよね、普通に惚れちゃった。ヤフさんハート、マクハリなツーショット撮るぞ、え、待ってた、嬉しい、楽しみ、マクハリ嬉しい、ありがとう。4月で昇格だったらエプリフール、確かにエプリフールって言われそう。昇格したらニューウェーブは続くけど、でも放課後の学祭は分かんない、多分ないくて、多分ニューウェーブプロジェクトの活動は続くみたいな。寝落ち電話っていう文化、え、私絶対寝落ち電話あんま得意じゃないかも。どうなんだろう、だってさ、もしいびきをかいてたらさ、聞ける、聞く、聞けるわけじゃん。普通にさ、カエル化しちゃう、カエル化、イチゴみたいな、カエル化イチゴすぐカエル化って言うから、カエル化しちゃう、いびきなんて聞こえてきたら。ゆうくん聞いた、くるくるもさ、結構さ、いびきさ、聞かれ、もし、自分でわかんないじゃん、寝てて、もししてたらどうしようみたいな、怖すぎて。昇格して自分から先輩に LINE、 え、私しないかも、私結構ね、人の LINE ね、未読無視しちゃうタイプで、未読無視っていうか見てるんだけど、なんか急げの内容じゃなかったらすぐ返さなくていいかな、逆になんかすぐ返したらなんか好きみたいな感じで、ちょっとキモいかなと思っちゃって、めっちゃそので、すぐ話したい内容とかだったら即返信するんだけど、1週間ぐらい空けちゃう LINE、 すいません、すいません、1週間くらい未読無視しちゃう。まさかずハッタン、だからリチャ、リチャと交換してよ、リチャ、この前の25日、今ちょっと未読無視しちゃってるから返すね そう、ハグ、じゃあ僕もハグする、やばい、めっちゃ笑う。あ、幕張は1に咲きます、嬉しい、嬉しい、嬉しい。研究生との連絡先、研究生とはね、3期ちゃんとも交換してダメなの、交換してないよ。ゆうくんハート、ちちこま聞いた、クルクルの向きなら可愛い、ほんと、ほんとか、タイチェルハート、幕張よろしく、お、よろしく、嬉しいって聞いてくれる。え、言ってた、昇格の2期生さんも時間かかったって。レッドグー、浜田響きと来島響き、やばい、いや、私多分寝てる間半開きだよ、目多分ずっと半開き。
陶器はいい、陶器はいい。下手に変身するくらいなら目の組みするって発想がタンプレート。いやそうなの、私結構プレゼント系とか本当に苦手で、気合い入れないとできないんですよね、本当に普通に。だから別に私ももう求めないしっていう感じ。難しい。キューさんハート、福井ちゃんハート。そう、チャートリセンターさん出るの、くるくる。パサイさんにちょっとよだれ垂れる、かわいい。若部さん花束、ひらひらハート、かわいいな。やっとチャートリライン入れる。いやそうよ、そうなんですよ、やっと。花だれとかも、花だれ公演とかも私だけ台本来てないとかたまにあった。私だけ台本来てないとか、私だけメイク交番切れない。台本とかってありますかって当日マネージャーさんに聞く。なんかまだ来てなくてすいませんってすいません、ありますか、わかんないんですけどみたいな。うん、メタバさんかわいい、ありがとう。でもね、インスタもね、多分できるようになると思うので楽しみ。まさかずハットそう、バレンタイン頑張ったよ。ヤンさんとココさん、トンちゃん、ゆっきとね、エスキーさん研究生のセットあるよね、あるよね。あたしハット、阿部寛キート、そうそう、一番公演出てるくちゃん、明日公演見に行きます。あ、嬉しい、久々、確かに久々かも、楽しみにしてる、嬉しい。したけ、嬉しいだけ。ハマーさんハート、藤岡猫にゃーハート。これまでの話からくるくる認知なんてされた、くるくる前に、はい、準備整った。お、いいっすね、これは整って準備できてますね。これは写真増えるね。インスタグラムの投稿写真を厳選する。でくるくる本当インスタ下手だから、多分本当になんか本当に女の子っぽいツイッターでの投稿はできないよ多分。えのっぴハート。普通に学生時代もインスタあんましてない人だったから、見る線だった、見る線。メタボさん花、え、ね、サークルさ使い分けできない、できなそうにないのでインスタやっておりません。聞いた、それ私もサーヤンさんが言ってた、まあそんな時に。メタボさん花、こんばんは。あ、ゆきさん花、タンタン聞いたね、こじやかね、できて楽しみだよね。誰が見てるか見える、まあ、カルマの持ち込めるやん。変革期はチャンス、変革期、そうだね、頑張ろう、確かに、クルカメラね、確かにありかも。え、僕恋したい、僕恋したい、クルクル、もしかずハット。インスタカウントあるとタグ付き、そうか、シュンお疲れ。チックタックもできるのか、チックタックはいいかなチックタックね、TikTok をやるならもう告知も誰にも言わずに、そので名前も明かさずに、アイドルやってるとかグループ名も明かさずにやって、僕青さんみたいな戦略でやりたい。でもその「単線部ケイトありがとう」ってバズるまで頑張る、一人で。でも一人じゃバズる気しないから、ひーちゃんとかと、JK っぽいひーちゃんとか。
インスタセブンでハマったものの連続とか今日もおでん、今日もおでん、しずめのくるくる、ありがとう、くるくる、りょうさん、あったか配信ありがとう、たせんべいきっと、実際って大変だと思う、おじい、いやでもスタッフさんには言うよ、スタッフさんに言って、あの言わずに TikTok って感じ、あのさすがにスタッフさんに言わないのはやばいから言うよ、っていうかその話ももうした、そういうの したらどうですかって、したらどうですかってか、いつかしていいなら やってみたいですって言った、でこれ言ったらね探すよね名前ももう全く別物にして、サム追加したも代わりありがとう、嬉しい、確かに好きな映画、好きなドラマ、確かに、すでにだるま、え多分ね顔出しすぐバレないよ、なんかね TikTok 多分バズらないとさあれだよね、大丈夫、多分くるくるバレない、あバレないじゃない、あのバズらん、くるくるが載せても多分なんかその戦略あるよね、そのハッシュタグ何をつけたらバズるとかな、投稿時間とかいろいろあるよね、多分おすすめに乗る時間、僕はおさんもだって最初批判的な意見多かったのに、その TikTok で、最近おでんだけど飽きた、え太るからやめた、太るおでん、 TikTok 使いこなせん、撮ったことない、普通にあの高校生、あ中学生か、中学生の時に友達撮ったことあるけど、もう苦手すぎて、もう表情つくの本当苦手だから、踊って可愛い表情なんかできないみたいになって、いやーって TikTok おすすめ乗りやすいと思ってた、ね、TikTok はねバズったら一気に行くけど、バズるまでが多分大変なタイプのやつ、おすすめ、バズりたくて名前隠してるのに一生バズらんのかもしれない、それが一番恥ずかしいの、それが一番恥ずかしい、 TikTok 実績とか、実績とか知名度なくてもバズる、え、そうなんや、そこなんやね、そこが夢があるからすごくいいと思うんだよね、私は TikTok で、そこでバズって知名度上げるっていう、知名度、ふふさんハト、くるくるかわいいね、かわいくないです、今日絶対ずっとそれ言うのそう、ずっと言ってる、嬉しい、はんちゃん、雨、ライジング、ハート耳出し、くるくる、元気、元気だよ、なら良かった、元気ングだよ、すごいなんか今あれみたい、変な声だったそんなことないよ、知名度ね、難しいとけ、難しいとけ、たけちゃんハート、ずっと配信してるの、してる、マジどこ、あ、本当だ、結構やってるわ、30分やってる、母さん、あめー、ゆうさん、ハッポー、明日こい、頑張ろうね、頑張るんばだよ、ルートさん、だるま、夜ご飯食べてなくて、くるくる絶賛し、ちょっとやばい、もう耐えられなそう、手が震えてきた、すぐに、で、今日立ちくらみした、普通に、あの、ね、ビバハリケーンで立ちくらみ、ね、あの、なんだっけトゥ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 ルつって、そうアウトロで下にトゥトゥルトゥトゥルグワッてなって、はっ、そうマジか、ね、
ナオピ斜め後ろだったから、くるくる大丈夫ってめっちゃ噛みしてたもん大丈夫かな、私がしゃがんでたから、そう不安だったよ。もう明日ちゃんと無事になることを祈ってる。いや本当にもう頭が上がらなかった。もうあんたご飯食べてくらってなって、ルートさん食べてくる。本当にね、か唇乾燥ばくってさ、ほんと恥ずかしいんだけど、くるくる大丈夫かわいいから。やばい、この服にセーター合わない。そう、この服にセーターが合わないセーター着てる上にセーター着てる、すごい厚着そうケールのハットめちゃめちゃあれ太って見える。そう大変だったよ。おやすみなさい。あ、毛だけ、毛だけじゃないよ、髪の毛だけ。おやすみなさい。え、怖すぎ。おやすみなさい。すごい。またね。また、もう帰るの？うん。あ、早いわ。明日も頑張ろうね、楽しもうね。明日会えるかな。会えるけど会えるかな。うちおろりょうさんかわいい、無事に会えることを祈ってる。いや本当、なべこハット夜本当に気をつけてね。はっちゃん寝ました。え、いや怖い怖い、ちょっとドッペルゲンガーが来るかも。恐られるかもしれないから。ノーピョ気をつけてよ。ノーピョ気をつけてよ。私はもう高校3年生やから、もうそんなやめてくださいとか言う力はあるけど、ノーピョまだ中2だからちょっと。そうだよ、気をつけてノーピョ。え、てかさ、思い出した、今の思い出したんだけどさ、昨日さ、なんかさ歩いてたらチラシ配るんですね、話聞かれて。いや、くるくる、あのビラ配りさ、この前したあのニュープロジェクトとかでさして、受け取ってもらえないあの悲しさ寂しさに気づいたから、最近はそのどうぞって配られてたらもう全部受け取るようにしてるんだけど、立ち止まったらもうそっからなんか立ち話始まっちゃって、なんか美容系のチラシで、あ、そこで美容の店をやってるんですけどみたいな、あ、はいみたいな、でなんか5分ぐらい話された。で説明を受けて、まず、うん、こうでこうでこうで、あ、はあ、はあって言って、なんかどこら辺に住んでるんですかって言ったから、うん、ちょっとわかんないですねどこら辺に住んでるんですかって言ったから、なんかちょっとわかんないですね、なんかでもそこら、なんかあそこら辺かなみたいな言って、あー、そうなんですね、私もそこら辺ですみたいな、あー、なるほどみたいな、そうなんですねって言って、そしたら連絡先聞いてもいいですかって言ったから、それは大丈夫ですえ、それは大丈夫ですって言ったら、あ、そうですよね、すいませんみたいなすいません、あ、もういいですか、 ありがとうございますって言って帰った。やばすぎ、5分長すぎ。そう、でも人通りが多いところだったから、そのそっち系の怖さ、引っ張られて吊るされる系の怖さはなかったんだけど、人通りが多くて車も結構通るとこだったから、なんかもうそこら辺もうほんといっぱい人がいるみたいなところで話しかけられて、あ、すいません、なんか全然、え、マジ、え、連絡先、え、連絡先って何ですかって言っちゃったもんなんか連絡先聞かれると思わなくて、連絡先って何ですかって言ったら、あ、なんか連絡先ですって言って、え、何ですか、うん、ごめんなさい無理です、さすがに私なんか結構人の断れないタイプで、そういうのもなんかすいませんみたいになっちゃうんだけど、え、さすがにそれは無理ですって強く言っちゃった。30枚出しの時間5分、え、そうか、話しちゃった、30枚も気をつける。
住所、住所どこで住んでますか。わかんないです、なんかあそこら辺です。連絡先聞きますか。連絡先って何ですかって全部、何ですかそれみたいな、すいませんみたいな、高校3年生ですかとか言って、あ違う、ここ何歳ですか、あ高校3年生、あじゃあ受験とか終わって今、あの幸せじゃない、暇な時期ですよねこれって言って、あ確かに暇っちゃ暇ですね暇っちゃ暇ですねって、いやそうですよね、なんか将来とか決まってるんですか、なんか何したいとかあるんですか、普通になんかまあ大学行こうかなって思ってますねってめっちゃ嘘ついて全部嘘、話すことが全部嘘、大学行こうかなって思ってますね、え何かとか行きたいとか決まってるんですか、何の勉強、何のなんか職業みたいな、あー分かんないですね、なんか適当に、なんか適当にやってみようかなみたいな、あーそうなんですねすいません、実はアイドルでみたいな、言えないけどね、一応会話に付き合うの、すいませんすぐ謝る、すいませんすいません、あ暇ってキャッチの人とか勧誘の人に言ったらアカンワード、えそうなの、あ暇ですねって言っちゃった、でってことはこの後も暇ですよねって言われてちょっとさ失礼じゃない、あーちょっとでも結構まあ暇ですね、受験とか終わって、じゃあこの後も暇ってことですよね、まあ暇ですね、じゃあちょっと寄っていきませんって言われて、あーでも今からはちょっと用事ありますね全部嘘、なんかさ暇っすねって言っといて、暇ですねって言っといて、じゃあこの寄っていきませんって言ったら、いやちょっと今から用事ありますね、ちょっとやりたいことあってすいません、全部ギリギリでかわしていくで5分ぐらい話して、すいません帰っていいですか、言ったよね、帰った、え多分気まずい顔だと思うよすいません、少しタイム、モスキートさんかわいい、ありがとう、そう相手のペースやん、そう乗らんすいません、あそうなんですね、すごーいとか言ってね、ちょっと追加無視しようと思った、すいません忙しい、すいませんねっていう、美容室に、なんかね、肌系だった、なんかなんだっけ、皮膚科の進化版みたいな、皮膚科の進化版みたいな、いや私ナンパされたことないよ、ナンパされるほど軽い女じゃないわ、ちょっと今のなんか語弊生んだらちょっとやだな合格ね、坊主聞こえてた？だってさ、なんか言うやん、言うやん、ナンパってさ、なんかいけそうな女に行くみたいな、ちょっと軽そうな女に行くみたいな聞くやん、やれたことないから、私軽くないから、話しかけようもんならなんだよ話しかけんなよっていう、もうなんであ、待って、あったわ東京のさ、あの渋谷のさ、なんだっけ、ゲームのさ、ライキンのさ
あの表示されてされた時にさ、夜一人でさ渋谷行ったらさ2回話しかけられたんだった。最悪、もう軽い女と思われてない。最悪、次からは絶対話しかけささないから。私最悪。まあでもさ、誰とか限らず話しかけてるよね、そういう人たち。やめてもらっていいですかっていう。もう軽い女ってなってる、本当にやだ。もう軽くないから、やめてください、すいません。軽くなってた。尖ったオーラ出そう。手当たり次第だよね。やめてくださいって、でもその時は言った、怖すぎて。それでは壇上読む前にお知らせタイムしたいと思います。あ、尖った表情いいよ。え、普通にやだ、軽い女みたいになってる、やだやだ。はい、僕の明日は僕の大学公演、よろしくお願いします。多分当日券多分あると思うので、よかったら当日でも気になった方がいたら見に来てくださいね。朝楽しみだよね。楽しい公演にしましょう。わーいわーい、今日も頑張りました。そして、あ、明日がもう本当の本当にお話し会受付です。私は昨日が最後だと思ってたんですけど、あ、違う、昨日が最後だと思ってたんですけど、お話し会の受付明日がラストです。早い、幕張、3月20日の幕張と3月23日のオンラインお待ちしてます。あ、追加取った、嬉しい、ありがとう。幕張も3時間目とツーショットがおすすめです。とオンラインだと3時間目がおすすめです。あ、超音波吸ってました。でちゃんとあのお話し会ではそんなこの尖ったくるくらないんですよ。あのナンパ、軽い女じゃない、あの軽い女っていう感じで。いや、それもおかしいな、それもおかしいんですけど、いろいろおかしいんですけど、あのお話し会は優しいくるくるで話すので、あ、すいませんすいません無理ですとか言わないので、楽しんでいきましょう。ぜひお待ちしております。たくさん来てくださると嬉しいです。それでは壇上見たいと思います。13位あちゅうさん、ありがとう。12位はせっぷんもちさん、ありがとう。11位まさお、ありがとう。10位ふくちゃんさん、ありがとう。あ、吹き割れてきた、いいね。9位、あ、はい、9位はんちゃん、ありがとう。8位メタボさん、ありがとう。7位阿部寛さん、ありがとう。6位エースのんぴょうさん、ありがとう。5位ちなまやさん、ありがとう。4位やしざみさん、ありがとう。3位くるりんぱさん、ありがとう。2位りょうさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、やまさん、ありがとう。やまさん、ありがとう。皆さん今日は見てくださってありがとうございます。なんか今日変な話で大丈夫かな、これなんか私変なイメージついちゃった、嫌だ。忘れてくださいね、皆さん今日話した話はぜひ。それでは明日も頑張りましょう。おやすみ。いい、おやすみ。